どうも皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、直樹と申します。俺の記憶、みんなの絆、ペルソナ3実況プレイ、続きをやっていきたいと思います。今日は1月31日、約束の日ですね。タルタロスの頂上でついにニュクスと対峙できる。今晩タルタロスに入ったら戦いが終わるまでは戻れないだろう。残り最後1月31日ですね。一応行動は取れますが、なんで一応あれですね、1月31日ギリギリまで何か作らせるってこともできるかもしれませんね。こう見ると、まあでもさせませしなかったです今回は。というわけで、何をしましょうか。ボロニャンボール、一通り行ってみますか。多分、まあね、こうやっている。あ、違う、こいつ違う。準備は一通り終わってると、OK。アイランド駅、ここあれですね、千鳥が絵を描いて座ってた場所ですね。ちなみになんですけど、ペルソナ4でもこの辰巳ポート、ここの地域のことは出てくるんですよね。アニメーションとか、もちろんゲームの中でも。特にペルソナ4のアニメーションでは、ここの部分が事細かに出てたんで、事細かでもないか、1話分丸ごと使って修学旅行としてやっていたので、流れてた音楽とかね、すごい。懐かしいですね、考えてみると。今日敵でしたね。はい、あまり興味なさそうでごめんなさい。ここね、ここエリザベスがあれですね、落とし穴とかって来た場所ですね。まあでも振り返りの時はまだあるので、いっか、そこまで。あ、でも一番来ないかな。難しいですね、ここで4面いくばくもないでしょうね。噛みつきだっけ、噛み木だっけ。こう見え、あれこれか、噛み木だっすね。最後に神頼みってでもいいですね。あ、そうだ、結局一回もやらずに見せられなかったものがあったのを思い出しました。こいつですね、こいつなんですけど、何が起こるかわからないってやつです。まあ最後なんでね、神頼みといきますか。なんかの気配がする。ここも誇らしげな声が響き渡った。OK、
急にアマゾンの顔が思い浮かんだ。アマゾンの能力ぶっと上がった。お、なんか能力上がりましたね。何が働いたか分かんないですけど。よし、こうして号令をかけるのもおそらく最後だ。はい、みんな準備はいいか。いいですか。おニュクスを倒すしかないの分かってるけど、でも考えてみたらそれってやっぱり影時間を消すことなわけでしょ。もしかして本当に倒したら私たちの記憶って消えちゃうのかも。でも私、そうなってもみんなのこと忘れない。そのことが私たちの思い出から何を奪おうとしても絶対忘れない。なんだよゆかりっち、足りねえだろ。私だって忘れません。僕だって。私もです。いや、アイキスは絶対忘れないと思うぜ。心配するな、君の方が忘れても私が教えてやるさ。ああ、大丈夫だ。よかった。よし、なら戦いの後何がどうなったって絶対みんなで会う約束にしようぜ。いいですね。でも会うってどこでです？今日地味にいいとこいます。寮とかじゃ当たり前すぎて忘れちゃうか。何もなければ戻ってくるわけだし。あ、そうだ、会う日も決めた方が良くないですか。そうだな、何か特別な日でもあれば。いっそ卒業式なんてどうです。先輩たちの卒業の日、影時間が消えた時記憶もその場で消えるとは限らないでしょ。なら時間を空けて約束しとかないと。それにこれ以上インパクトある日なんて他にないですし。まあそうですね、残りの期間を考えても。なるほど、冴えてますねゆかりさん。いや、そもそもこの意見を最初に思いついた順平もすごいと思うけど。卒業式ですか。確かにそれなら覚えやすいです。そっか、そりゃ確かに硬そうだな。その日にすっか。んじゃ場所は再び平穏の戻ったこの街がよく見える場所もいいな。今のみんなの気持ち、何があっても決して振り返らず前だけ見て進もうという気持ち、記憶と一緒になくしてしまわないためにそこでまた必ず会おう。はい、はい、というわけで、待ちきれないか。よし、ではそろそろ行こう。いつも通りだって。一緒に私やります。頼りにしてるぜ。楽勝だ。はい、というわけで、お父さんが滅びを引き延ばして今につないでくれた。これってお父さんが最後にバトンを渡してくれたってことなんだよね。決まってるじゃない、絶対に最後まで走り切ってやるから。ワンワン、なんたって千鳥からもらった命だもんな。今日で終わりになんてさせるかよ。絶対ニュースをぶっ倒して嫌というほど長生きしてやるぜ。長いこと背負ってきた生命だが、それも今日限りだ。なのに心配するな、絶対に勝てると思う。今夜だけは傍らで信じも戦ってくれる。そばでか、そんな予感がするんだよ。お父様は守ることはできなかった。しかしお父様の残された信念は、願いはまだ私の中に生きている。たやすくなるものか、絶対に。じゃあそろそろ行こうか。まだ行かない。そうか、準備はできた。ここまだ話し切れてないんだよ。世界が滅べば絆も消える。私はそんなの嫌です。これからもたくさんの絆を作りたいから、今日で世界終わりなんかさせません。皆さんに生きてほしい、そして私が生きていたい、全てそのために私は戦います。では行きましょう、行きましょう。
今日はタルタロスに入ると外に出ることができなくなります。準備は万端か。はい。よし、では向かおう。ついに幕開けですね。ちなみにここに戻ろうとするとこう言われます。逃げちゃダメと怒られます。はい。では一旦セーブするんでカットします。はい、セーブしました。7人ですね。では最初のメンバーを決めましょう。最初のメンバーですが、順平、あとは順平装備見せて。足元かな、問題は。問題ないか。で、二人目が、どうしようかな、天田くんにしようか。で、あ、間違えた、靴じゃないよ。はい。というわけで、装備を変えたそうですね。もうちょっといいやつない？あるね。よし。で、君にはじゃあ、これをつけとこっか。で、ブングニルじゃなくて、今日のために作った、なんか。とりあえずこの3人でいきたいと思います。なんでこの3人かっていうのをまた後で説明します。確かね、記憶が正しいと今回のこのラスボスに向けた対戦っていうのは3回あったはずです。2回か3回か、確か3回だったと思うんですけども、ちなみになんですけど、レベル上げすぎたせいでここら辺の敵は勝手に逃げていきます。この通り。よいしょ。はい、それでは行きましょう。255回。強い反応があります。でもこれって人間、気をつけてください。これはステロイドの反応です。やっぱり現れましたね。慎重にいきましょう。何もなかった。シルバープレートを手に入れた。お、あ、逃げられた、逃げられた。お金を手に入れたと。誰のお金では分かりませんが、一つということですね。はい。というわけで、レベルの問題、敵さんは逃げていってくれるので安全に行けます。ひょっとしたら私がテレッテとこの子を連れていく中で、まあ誰を連れていこうとしているのか分かる人は分かるかもしれません。次の敵は誰だか。はい。一旦ちょっと258回前登り切ったところで、一旦ちょっとセーブして戻ってくるんで一旦カットします。
はい、セーブして戻ってきました。それでは行きたいと思います。準備はいいですか？大丈夫。やっぱり来よったか。貴様、もう一人の連れはどうした？高屋なら先へ行ってもろた。あの人はわしなんかより何歩も上まで行けるお人や。それよりこないな場所まで来よるとは本気でニュクスと張り合う気らしいな。そうですよ。あなたたち、どうしてニュクスのことを？死んだいくつきがいろんな場所に残しとった記憶を集めさせてもろただけや。もっとも妄想が混じっとってなんやわからんところもあったけどな。だろうね、あの人だから。いくつきを知ってたってこと？お前らの元締めやったみたいやな。調べとって驚いたで、ほんま。まあわしらかて名前知っとるっちゅう程度や。あいつはわしらを作った研究員の一人やさかいな。そう、お前たちを作っただと？あなたたち本当は一体何者なの？そないなことしたかてもうおしまいやろ。お前の相手をしてる時間はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへんけど、高屋の邪魔するようにやったら許しておかれへん。あんた、自分の言ってる意味分かってる？ニュクスを止められなきゃ、今日で全部の命が滅びんのよ。だからこそや。どの道わしらは長く生きられへん。なら、その前に見たらなあかんや。こいつは高屋の望みや。死んでも譲られへん。さて、喋っとってもしゃあないやろ。本気で相手したる。来いや。はい、というわけで、新鮮です。はい、というわけで、今回のメンバーですが、どう転んだかて、これでしまいや。威張っていくで。炎に対して耐性の強い、テレッテを連れてきています。それと回復要因として、まあ、ある程度回復ができる、あれですね、アマダコも連れてきました。はい、というわけでやっていきましょう。で、これ今こいつでいくと、ほんと炎しかできないかな。これうまくいって、とりあえずこいつでいくか。どれでいこうかな。こいつでいくか。まあ、だでちょっと卑猥な形してて申し訳ないですけど。はい、というわけで、じゃあ、イノセンス。まあ、回復もできるし、一旦チャージで、チャージして攻撃っていう感じでしましょう。一発目の100%。赤やほどやないが、わしかで進歩しとる。お前らの弱点、覗かしてもらうで。いいぜ。絶対に倒せんとかな。ハガルーだ、マジ。そういうことか。ち、相変わらず歯応えあるわ。しゃあけど、今度ばかりは負けられんのや。よし、先生、またさかな。オッケー。メルソナ！ダメージは食らうけど、そんなに強くねえな。こいつも分析してみる。了解、分析してみます。ちょっとチャージしましょう。ほぼ回復します。待たせたな。闇の力は効かないで。まだまだ、こっからや。こっからが本番やで。
出番や。うわー、しかもガルダイン反対だ。これでどうや。さすがにそれは効かないっていうね。はい、逆に立ち上がらせてしまったという。俺はまた来ないな、連中に。へいへい、ペルソナ。でも多分ね、弱点があるのがこいつしかいない。こいつの実際一発というわけで、はい、まあ喋ってる間にちょっと純平があまりにもかわいそうな使い方をしてしまったら申し訳ないなっていう気はするんですけども。結局語れへんか。とどめ刺さんでええんか。高屋のためやったらわしはどんなことかてするで。なぜあんな奴にそこまで肩入れする。まあそれはお前らには分かれへんやろ。まあ簡単に仲間だからじゃないですか。ほんまの暗闇の中で高江はわしに光をくれた。何年前やろな、影時間への適性っちゅうんがまだよう分かっとらんかった頃や。ペルソナを使える人間を生み出すために身寄りのないガキが霧城の手で集められた。このタルタロスの中を探らすためや。何？けど実験で無理に引き出すペルソナは自然覚醒とは違う。制御に問題が出る。決体な薬飲んどらんと最悪自分自身のペルソナにやられてまう。はじめ100人もおったガキが実験凍結までの半年でたったの3人や。そう、そんな、じゃあその3人が。そう、この3人がまさにこの高谷仁。お前たちも霧城に運命をもてあそばれた被害者なのか。まあそうですね、まあ、あと加えてる千鳥ですね。高谷はわしをその闇から連れ出して教えてくれたんや。過去にとらわれず未来を望まず今この瞬間だけを生きる。霧城のことなんかは正直もうどうでもええけど、高谷の望みだけは叶ってもらわな。あんた、長居しすぎたか。もう話を聞いている時間はない。上へ抜けるぞ。あ、でもこいつまだ。アホが、哀れになんぞ受け。てわけで、地味にね、風花ちゃんが少し心配止まったりとかしてるんですけどね。お前らなんぞに食われてみっともない姿さらせるか。信じとるで、高谷。望み、叶うってな。あんたにもろた自由、最後まで貫いたる。おい、今の、まさか、あいつ。行くぞ。まあ、彼自身が決めた結論ですね。ある意味彼は、まあ、自分で見て自分の自由というものを貫いた結論でしょう。はい、というわけで地味に一つ興奮につながってるんですよね。はい、では、メンバーを変えていきましょうと言いたいんですが、まだいいかな。でも次の時間が微妙だな。24分か。
き登りきるところまでいいか。では次のメンバーはどうしようかな。では、桐城先輩と行きましょう。最近の回をされます。262回人間の反応です。というわけで行きましょう。蹴るやつに欲しい反面、こっちだな、回復薬として。では一旦セーブして今回の動画はここで終わりたいと思います。次は高屋線に行きたいと思います。場合によっては高屋線から次のところまでつなげていくかもしれません。まあ、その際は、途中切るかもしれない、長すぎる場合は切るかもしれませんが、とりあえず行っちゃいたいと思います。それではここまでご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ次はもっとご覧ください。それでは。